俺の名前はアスパルトシロマン。はい、どうもこんにちは、アスパルトシロマです。よろしくお願いします。はい、ということでね、今回スペシャルゲストをお呼びしてます。はい、自己紹介どうぞ。はい、安室エリカです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますね。安室エリカっていうことでね、安室奈美恵さんのこのダンスの振りコピをね、いろいろ展開しているってことなんですけど、はい、踊るの大好き。大好きです。すごいよね、インスタグラムとかでも結構ね、再生回数稼いでて、もう何十万回何十万です。一本出したらもう十何万回ぐらいね。そうですね、多い時は。はい、ね、すごいよね、本当に。まあ、そういうね、今回安室エリカさんをお呼びしてますけど、なんて言うんだろう、はい、エリカちゃんって呼ぼうかな。じゃエリカちゃんで。エリカちゃんで。ちょっと今嫌そうだったんですよね。ちゃん付けの年じゃないなと思って。いやいやいや、そんなことないからね。はい、頑張っていきましょう。と、はい、いうことで、今回はちょっとね、まあ珍しい企画をね、やっていきたいなと思ってます。はい。はい、で、僕いつもこういうね、MPC っていうのを使って、まあ音楽制作をしてるんですけども、やっぱりね、この、僕がやってるだけだと、ちょっとやっぱ伝わらないっていうか、なんかこう見てる側の人もこうあんまり入れないのかなと。特にこの触ったことない人とかはやっぱ MPC っていうのがやっぱ使いやすいのか使いづらいのかっていうのもちょっと分かりづらいのかなと思って、はい、今回なんでそのやっぱり MPC 初めての人、はい、初めてですね、その人をまあこうね、こう MPC 使ってもらうことによって、まあ見てる方にもね、いろいろと分かってもらおうかなっていう感じの企画です。はい、分かりました、ね、でも当然 MPC 初めて、はい、ね、初心者です。で、楽器経験と音楽経験は、まあ、全くないです。全くない、はい、全くない。大丈夫大丈夫ですかね。よくこれ引き受けたね、はい、まあまあまあね、今回ねそういう感じでねやっていきたいなっていうふうに思ってますんでね、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあね早速ですけれども、MPC を使ってね、はい、いろいろやっていきたいなと思ってますんで、はい、まずじゃあ、電源から入れましょうか。はい、はい、電源どこですかね、ここに、そう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 、はい、そう、はい、おー、ちょっと起動するまでね時間かかりますんでお待ちください。やっぱあれだね、こう MPC 初めての人にこう教えるっていうのは僕も初めてなんでね、どう教えていいかがわからんよね本当にわーわー頑張っていきますよ。はい、はい、お願いします。で、これじゃあちょっと、長押しね、長押し、オッケー、じゃあ早速ですけども作っていきたいと思います。はい、で最初に、やっていった、噛んでしまったやばい、しっかり大丈夫かな、俺あと10分間ぐらい喋れるかな、ね、頑張る、頑張ろう頑張ろう。で最初にこの BPM っていうのをね、はい、設定してもらいます。で BPM の言葉ももちろんわからないんでね、全然わからないです。あの曲の速さのことを、まあ、BPM っていうんですけど、それをねちょっと設定していただきたいんですが、はい、今こう120ってなってるんで、こう軽くちょっとタッチしてもらっていいですか。はい、で、ね、大体100ぐらいにしようかな。100で、そう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 、それを触ってね100にします。はい、 OK。で今度はこのバースっていうのがあるんですけど、バースを、今2になってるんで4にしようかな。4 でまたそこで、はい、これでまあ一応下準備 OK っていうところですね。はい、じゃあね次は、キックとかスネアとか、はい、ハイハットを選んでいきたいと思います。はい、もう分からないその顔してるね完全に今分からないみたいなこいつ何言ってんだろうみたいになってましたけど、はい、はい、じゃあねまずこのホームボタンちょっと押してもらっていいですか。ホームボタンですか。そうそう、検索で、はい、キック KICK KICK OK で Do it, Do it、はい、もうこの MPC の中になんとこう音源がもう入ってるんですよね。音のサンプルがいろいろ入ってるっていうところで、キック、スネア、ハイハット、メロディーであったりとか、もう本当にもう何千何万ぐらい入ってるっていう、すごいんですよ。あんまピンときてないよね、このすごさもわからないっていうね、まあ、それぐらい初心者ですから、はい、でかなりね、頑張っていかないといけないなと思ってるんですけど、はい、じゃあ、ここからキックを選びます。で、はい、これを一回回してもらっていいですか。はい、ほら、お、そうそうそう、なんか出た。そう、これはキックって言われる音なんですよね。で自分の、はい、まあ、好みの音を探してほしいんですよ。はい、好みがねもはや何なのかもわからないと思うけど何でもいいんですかね。何でもいい何でもいい、これいいなみたいな。あ、じゃあこれで、これでいきますか。はい、じゃあ一回こっち押してもらっていいですか。パッと押してもらって、はい、ロード、ロード OK。じゃあ次は、はい、ハイハットっていうのを、選んでいきたいと思ってるんで、はい、またここの検索ワードを押してもらって、はい、ハイハットで、またここから探してもらっていいですか。はい、これハイハットって言われるものですね。で、ハイハットはあんまりこう目立たない音がいいですね。あ、そうなんですね。そうそうそう、なんかちょっとさりげなくみたいな。じゃあこれで、これ結構目立つよこれ何がいいんだろう。まだまだまだ、あ、これ、え、今のこれ、これ、これぐらいがいい。あ、はい、わかりました。でまたこっち押してもらって、で、ロード、ロード OK。 で次は、はい、スネア、スネアを打ってきます。うん、これはなんか目立つ方がいいとか、スネア目立つ方がいいですね。どうしよう、
どんなのがいいんだろう、もう好みのね。えトリッキーなやつ選ばないでよ。トリッキーなやつ大丈夫大丈夫大丈夫、それは選べということですかね。フリーではないから。フリーですかね。フリーではないからね。どうしようかな、これでいっかな、これもう一回、もう一回もう一回切ってみよう。微妙ですか、ちょっと伸ばしすぎですね。そうだね、ちょっと伸ばしすぎだね。これあ、これいいんじゃない。よし、じゃあこれで、じゃあここ押してもらって、はい、またはいロード、ここね、ロード OK。 では早速、まあ、今からね、打ち込みをしていきたいと思います、はい、で MPC のまあ何ていうのかな、まあ、使い方としては、はい、今選んだこれ、はい、これをどん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 録音していくみたいなイメージ、はい、重ねて録音していくっていうのが、まあ、MPC のまあ面白さっていうか、はい、まあ、便利なところっていうところなので、今からやっていきたいと思うんですが、はい、まずハイハット、ハイハット、これを打っていきます。わかりました。でこれをメトロノームと同じテンポで、うん、タッ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 みたいな感じで打っていきます。はい、オッケー、オッケーです。大丈夫、できる気がします。じゃあオーバーダブっていうのを押してもらって、オーバーダブいくよ。でプレイスタート、はい、いくよ、はい、はい、これ真ん中、じゃあオッケー、あ、いいのかな。そう、こんな感じなんだよね。そうそうそう、これはできてるんですかね。まあ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 、ちょっとこの自信のなさが出てるけどねこのボリュームの強さがね。で、まあ、ちょっとずれてるところはこれでね、はい、修正できるんで。できるんかい。できるんで、これ画面でできるっていうのがねすごいんだよね。あ、いい感じじゃないですか。うん、いい感じ、意外にいい感じ、意外に意外にいい感じ、最初にしては、最初にしてはいい感じだね。だ次は、はい、スネア打ちます、はいはい、スネアはタン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 って打つ。 OK、タンタンタン、そうそうそう、タンタンタン、大丈夫もうこの時点でもなんかできなそうなんだけど、まあまあ、やってみます。やってみよう、タン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 、大丈夫、これもうリズム感のなさがどんどん出てくるけど大丈夫大丈夫です。ダンスしてる人にとってはかなりね、もう死活問題だと思うんだけど、はい、大丈夫です。じゃあオーバーダブを押してもらって、はい、プレイスタート、はい、いくよ、こっちね、はい、パン、いようよ、パン、オッケー、オッケー、ちょっとずれたね、はい、でまあずれてもこれはまた修正できるんでなんでなんでその面白いの。いや、手動っていうのがすごいあ、まあね、これね、すぐびっくりできるんだ。はい、じゃあ次はキックを打ちます。はい、キック、この音、はい、この音はさっき今スネアテンテンテン打ちましたけど、キックの場合は、はい、テンタンテンタン、頭に入る。ああ、もうやばいでしょイメージいってないでしょ。だからこれで言うと、え？パンっていう感じね。え？頭に打ちます。頭、頭、頭、頭に打てばいい、とりあえず。わかりました。はい。オッケー、いくよ。入ってください。いくよ。はい。はい。はい、オッケー、オッケー。はい。いいね、いいね、いいね。はい。オッケー。もう、オッケー、オッケー。もう打たないで。どこまでかわかんないです。で、今、こういう感じで打ってるんですけど、はい、ちょっと、寂しいんだよね。うん。なんか単調じゃない、はい、これで踊れる？ちょっとこれは踊れない、踊れないでしょで踊れないんで、これだったらで、キックをもうちょっと増やします、はい、この音を、はい、テン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 、うーん、 OK？ OK です。 OK ね、はい、いくよ、こっちね、はい、待ってよもうダメやん、もう俺の話聞いてた今全く聞いてなかったよね今ね。わかるけど、わかるんだよ、キックは確かにこう打つこのタイミングっていうのがね難しい、難しいですね。もう一回ちょっとやってみようか、はい、はい、オッケー、入ってください、オッケー、あっもうこれ終わる、これこう終わります、この収録。いや、初心者なんてこんなもんですよ。まあまあまあね、そうね、はい、オッケー、オッケー、オッケー、いいよ、はい、オッケー、はい、おー、いい感じじゃないですか。いい感じだね、成長しました、いい感じ、いい感じ、おー、すごい、おんおんおん、わりかし、わりかしいい感じ。なんかちょっともうちょっとキック入れたいな、間に、そう、間になんか、なるほど、
これ分かる、これ、はい、分かりました。このスネアの今度は入る前、なるほど、一回やってみようかって。分かりました。ドゥタン、そう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 、あ、なるほど、ドゥタン、オッケーオッケー、あ、なるほど、ドゥタン、そう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 、あ、いけたんじゃないですか、オッケーオッケーオッケー。じゃあ今からまた録音しましょう、はい、キックを、はい、今の感じね、はい、スネアが入る前にね、いいね、いいね、あ、うまい。自信のなさが出てる。惜しかったですね、今。まあ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 。こんな感じ、こんな感じ。ちょっと強めがいいんですね。そう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 。で、これね、音量も変えれるん。あー、変えれるんかい。変えれるんすよ、これ。ちょっと音がね、なんか全体的に小さいんで。ちょっとこれ上げましょう。上げましょう。いいんじゃん、いいんじゃないか。まあこんな感じ、こんな感じです。はい。まあこれがまあベースとなるドラムラインと言われるところです。はい。OK、覚えた？多分大丈夫です。うん、OK。よく分かんない。怖い。ちょっと怖い。なんか変ですね。なんかこの怖い、悪魔、悪魔崇拝みたいな。ちょっと怖い。だろう、なんかやっぱ合わないんだよ、だからもう。ちょっと言ってくださいよ。いやいや、合わなそうだな。